はい、おはようございます、 SFX です。2023年、12月の8日土曜日です、こちら志賀高原横手山スキー場来ました。で、まあここで撮影開始してるんですけど、今日ていうか、まあ川水も営業者でここの第一リフト第一ゲレンデですね、はい、横手山オープンしましたので、実質こちらの、硯川駐車場がね解禁されました。あとトイレとしてね、このね、あかりさんのトイレね、綺麗なんで、まあ綺麗なセンターハウスと駐車場が解禁されたということで、ちょっとね、これはね、ハッピーな気持ちでね、まあ、今日土曜日でちょっと混雑が予想されるけど、まあ、ここは空いてんだろうということで、やってきました。とりあえずね、今回は、今日はね、それ以外あんまり変わればないんで、まあ、ゆるーくゲレレポしていこうと思います。よし、じゃあ行きましょう。はい、という感じで、第4ゲレンデの上まで来ましたね。まあ、やっぱり、ね、正直ね、横手山、この12月、まあ、上旬、中旬ぐらいになっていくと、向こう側の第2ゲレンデが開かないと、ちょっと正直物足んない感がありますね。うん。まあまあ、それはそれとして、ここ込み具合、結構ね、レーサーのキャンプさんとか、そういうあの団体さんのお客さんがそこそこいて、で、あの流れはいい感じですね。うん。リスト待ちも全然ない状態ですね。で、まあ、今日のゲレレパ、そんな頑張る気ないんで、まあ、この第4ゲレンデか第1ゲレンデのベースまで1本同士のやつは帰りの時に VR1 本取って終わろうかなと思います。よし、景色はいいですね。ちょっとね、黄色がかかってる気がする。あ、じゃあゴーグルの、それだ、ただ風邪だけですね、はい。うん、まあでもちょっとやっぱ気温が高いんだなっていうね感じがしますね。全然里の方は雪がない。ね、あそこ杉の原スキー場の中腹ぐらいの雪が結構ちょっとまばらになってるんで、やっぱちょっと気温高くて厳しい状況なんでしょうね。夜間月が全然ね雪がないです。うん、よし、じゃあそんな感じでね、じゃあ軽く一本滑って、まあ、今日は軽くゲレレポしていきます。じゃあ行きましょう。はい、じゃあただいま11時ぐらいのこの第4ゲレンデから第1ベース明かりまでをノンストップで VR で撮っていこうと思います。よし、じゃあゲレンデの様子見てください。まあこんな感じですかね。じゃんじゃん。まあね、いや、エンディングとか喋ります。イエイ。まあ午前中ですけど軽く滑り終えてきました。
あのね、上のね、やっぱ会話ゲレンデはね、もう11月からゲレンデ作り込んである方であって、非常にね、カービングしやすいね、キレッキレの滑りやすいバーンでしたね。いやね、お客さんいなかったらもっと弾けちゃったかもしれないね。まあね、カメラとかね、皆さんの目があるんで、ちょっとおとなしい滑りしちゃいました。はい。ちょっとね、いろんなことしたくなっちゃうよね。でね、下の方、このオープンしたばっかの第一ゲレンデの方はね、まだオープンしたばっかでね、ここ数日気温が高かったのもあって、ちょっと正直ね、氷ジャガ系のね、雪ですね。一部ね、なんか具合がいいとこあるんだけどね、あまりね、無理に切りに行ったりとかすると、ステーンって抜けちゃう可能性あるんで、まあグラトリとかメインの、あるいは初心者の方が安全に滑るための練習とかする感じでやるのがいいかなと思いますね。まあ、私から見れば第一ゲレンデはもうね、こことこの明かりさんとこの駐車場をつなぐね、ゲレンデがオープンしてただけでもうね、めちゃくちゃ価値あるんで、まあそんだけで全然 OK ですけどね。空いてるだけで意味があります。もうきしめでもいいぐらいだよね。まあきしめなんないけどね。はい、まあそんな感じでね、ゲレンデレースでしたね。結構喋ったな。で、ちょっとこの明かりさん、まあ今シーズンとしてはオープンしたばっか、まあ一応先週末も食事だけやってましたけどね、一応ちょっと紹介しておこうと思います。で、まずなんか変なの用意しますね。ここに横手山のこの降雪、まあ、積雪量ですね。降雪って、本日の降雪だから雪面の上に立てて今日何センチ降ったよってやりたいんでしょうね。1メーター21発で降ることなんてほぼないけどね、横手山で。横手山さんはね、どっちかというとね、いい雪質がハラハラっていうか、数十センチ、せいぜい30センチ、50センチぐらい降って、あ、パウダーだなって感じ、気持ちいいって感じのね、ゲームですね。なのでね、120降ったらね、やばいね。その日多分ね、ゲレンデオープンまとめできるんじゃないかなと思います。どう？さあ、とりあえずここ、あかりさんね、ちょっとね、なんか変わったね、状況ね、紹介していこうかなと思います。まず今年はね、この田辺スポーツさんのね、ちょっとね、広告が結構多いですね。なんか武井壮さんと、あと、孔明、なんだっけ、これですね。なんだっけ、清水明さんかなんかやってるコラボレーションのね、やつとかね、結構貼ってありますね。メニューの方は、特別新しいメニューはないかな？あれ？なんかあるね。これはね、去年までなかったと思う。ラーメンとしていかがですか？ライス250。これライス250プラス何回頼む、もつ煮とかで頼むやついるんじゃないの？もつ煮、タケノコ汁とかさ、もつとかさ、頼むやついいんじゃないかなと思うんですね。だってもつ煮単品800円、250、1050。ああ、なるほど。いいレベルのね、値段調整ですね。なるほどって感じですね。で、この辺。はい。ちょっとこの時期だけクリスマス仕様になってます。雪だらけなんだよ。あと変わったのここですね。きついてるよ。サイネージの部分が今シーズンから新しいものになりましたね。で、そこの明かりの中の奥のサイネージのところで今日のゲレンデのオープン情報とかも出るようになったんで、正直朝ここであんまり滞留することはないんだけど、見たくなったら見てください。はい、って感じですね。何でしょうね、今までそういうのなかったからね、そういう風にやるようになったっていうね、変わってるだけでもね、すごくありがたいことですね。よし、そんな感じで今日のゲレレポというか横手山紹介これで終わります。簡単にやろうと思ったけど結構真面目にやっちゃったから、やっぱね、ちゃんとね、皆さんに公開する形で動画投稿しようと思います。よし、横手山をね、今シーズン年内ね、あと1回か2回行きたいな、来たいなと思ってるんで、またその時もぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。